イオンシン、ショッピングセンターは、三重県津市に位置する、ショッピングセンター。津市北部に位置する、イオン津店を各店舗とし、シネマコンプレックスを併設する。第一交通産業が建物を所有している。かつては、中央ウールの工場であり、跡地に津ショッピングセンター L として1978年9月に開業した。開業時は、食品を扱うジャスコ、および、 医療品を扱う日位を各店舗としていたが、後にジャスコは撤退した。1994年に増床し、店名をさてに変更。2000年にはシネマコンプレックスが開設された。その後、2011年にイオンシンショッピングセンターへと再度開消した。イオンシネマシンが別棟に位置する。2000年12月15日に、 ワーナー・マイカル・シネマズツとして開業。2009年にダイモンにあったダイモン・シネマが閉館してから2018年に4シネマツナンが開業するまでは、辻唯一の映画館であった。辻が舞台となった映画、ウッド・ジョブ・神木ナーナー日常では、観客動員数が全国1位となり、矢口忍監督が複数回舞台挨拶に訪れた。また、桑名ナ氏が舞台となった桑名、クハ では、同作の脚本と監督を手掛けた、畑日誌と主題歌を手掛けた、バンド、チェルシーノアミラが、舞台挨拶で来館している。ありがとうございます。